私の意見に反対の方もいるかもしれませんけど、私は最近原発についてずっと何十年来反対している方の話を聞いて、私としては私も本当に事故以来、原発を止める活動にビビったるあれですが参加してきました。それで自然エネルギーをっていうのは事故直後には当然のことだと思っていたんですけれども、その自然エネルギーという太陽光だとか風力について、本当にどうなんだろうっていう人の話を聞きました。というのはなんと経済産業省や国は福島の事故が起きる前から自然エネルギーへの補助金を税金を使っていっぱい進めてきたんです。と、ね、いうことはもう企業は私たちよりずっと早く原発のもう先行きのなさを、大企業は一番知ったと思います。そしてそのために自然エネルギーに切り替えて太陽光への補助をするように、なんともうずっと2007年とか8年とか、すいません最近聞いたばっかりなので、とにかく事故前に何年も前にその補助金を出してどんどん進めているようになって、ある意味事故前に私たちが自然エネルギーをっていう声は経済産業省や政府の思惑を後押ししているような形になって、経済産業省としては国際運動と思います。今現在電気は本当に大井原発も定期電気に入って止まったのかな、止まりそうなのかな、それで一気もなくても、ね、電気は足りてるんです。なのに足りてない足りてないとオール電化とか必要なものをどんどん作って電気を使わせるようにして、そしてそれには原発はダメだから太陽光や風力をといって、政府はもう3.11 の地震が起きる午前中に再生エネルギーを推進する法律を閣議決定しています。それで私たちはもう本当に今借りている電気をこれ以上太陽光発電も風力もいらない、風力はとっても環境を害するというのは、すごい羽、羽が1枚新幹線の車両より長いんだそうです。それがゆっくり回っているように見えても時速何百キロなんだそうです。ですから鳥がその乱気流に巻き込まれて死ぬんです。その土台を作るには、何十メートルのコンクリートの塊を山を削って作らなくてはいけません。それを作るためには何メートルのダンプが通る道路も作らなくてはいけません。日本中にそんなものを作ったら日本の山はもっとズタズタになります。いらない電気のためにそんなことをして、私たちの税金を使ってこれ以上日本の自然を壊してはいけないと思います。私たちはもっと賢くなって自然エネルギーもいらない、今電気は足りているのだから本当に天然のガスや石油でその使用量をできるだけ大事に使うことをした方が大回りして、太陽光も風力も結局石油がなければ何一つできないものなんです、だそうです。それに太陽光の発電に使われるものには放射性物質を出すものを結局アジアとかで作って環境汚染で苦しんでいる人たちがいます。自分のところだけ CO2 を出さないで原発の電気を使わないからクリーンだっていうのは全体を見ないでそこの部分だけ切り取ってみる自己満足に過ぎないと、太陽光発電を設置している人にして対してはとっても耳が痛くて聞きづらいことだと思うんですけれども、やっぱりそういうことに気がつかないといけないと思います。原発は本当に一刻も早く止めたいと思いますけれども、政府や企業、経済産業省が進めている自然エネルギーの推進に乗ってはいけないと思います。皆さん考えてください。